こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、非常に、人気の高い定番レジファインダー、レンズになります。ズミクロンの 35mm、第2世代になりますね。はい、ご覧の通りのズミクロン、はい、35mm、F 値が2ですね。はい、で、CR が2328963ですので、1969年ですね、の、ドイツ製のズミクロン 35mm ということになるんですけれども、こちらはバリエーションとしては第2世代になりますね。はい、この絞りのリングのところにですね、この出っ張り、角と呼ばれているんですけども、これがついているのが第2世代の特徴になってますね。いわゆる角付きと言われるバリエーションになっております。はい。では、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、大変備品ですね。この、ローレットの摩耗とかですね、塗装の劣化、使用感、擦れ当たり、凹みなどは、ほぼほぼ全く見られずに大変備品と言っていい状態だと思います。はい。落下したりとかですね、どこかに強くぶつけたりしたような跡は全く見られませんし、摩耗とかも見られないですね。文字消えとかそういったものも全く見られないです。はい。こういったところにぶつけたりした跡も、ほぼほぼ見られないですね。ちょっとコツっていうのはありますね。はい、このぐらいです。はい、はい、全体的に大変綺麗な状態です。マウント部分も綺麗ですね。はい、マウントはもちろんライカ M マウントですね。はい、レンズもですね、前玉後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離や摩耗なども見られず大変綺麗な状態です。はい、ライトに透かしたりしてもですね、中玉にも曇りカビバルサミ入れなどは見当たらないです。はい、チリホコリの混入も肉眼でもほぼほぼ見えませんので、かなり優秀な光学状態をキープしている個体です。はい、絞りも軽快に動作してますね。はい、油の乗りとか羽の摩耗や痛み、錆も見られません。はい、ピントリングも多少重めに感じますけれども、動きムラとかですね、グリスの固着とかそういったものではなくて、滑らかにいっぱいまで動いてますね。はい、もちろんスカスカ感とかもないです。はい、はい、という感じで、大変いい状態のズミクロン 35mm 第2世代ですね。念のために末永くお使いいただくために全体的な分解、整備、清掃、調整をご希望いただける場合はですね、オプションからお選びいただけましたら格安にて受け負わせていただきます。はい、付属品がこちらのですね、こちらケースですね。はい、バブルケースと言いますけども、こちらライカ純正ですね。こちらをお付けいたします。はい、フロントキャップもついてますね。はい、これがいらないとかですね、これの他にもですね、このリアキャップ、持ち運びしやすいようにですね、欲しいという場合はですね、備考欄などにご記入いただければですね、リアキャップをお付けいたします。はい、ということで、大変いい状態のですね、ライカの人気広角レンズズミクロン 35mm の第2世代になります。でもってこれですね、ちょっと申し忘れたんですけれども、ほとんどですね、カナダライス社製がとても多いんですけれども、この個体はドイツ製です。はい。人気の高いドイツ製になってますね。数が少ないので、大変お探しになっている方も多いと思います。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。